夢から覚めてくれ。何あれ何あれ何あれ、人間が雲にされてんの。そしてくせえ、刺激臭すげえ。俺、お前みたいなやつとは口きかないからな。お前はもう負けてる。どういうこと。手を見てみな。は？手？これは毒だよ。噛まれたろ。四半国語には俺の奴隷となって血を這うんだ。この長い針が一周した時、お前も蜘蛛の仲間入りだ。ここで激痛が来て体が縮み出して失神する。逃げても無駄ね。はいはいはい、撃てよ撃て。怯えることはないぞ。カリしろ。泣くな、逃げるな。そんな行動に意味はない。死にはせん。この程度で降りてこい、このバカ者。もう俺は嫌な人生だよ。雷に打たれてさ。俺は、俺が一番自分のこと好きじゃない。変わりたい。ちゃんとした人間になりたい。なのに最後髪つる抜けで化け物になんの。嘘でしょ。嘘すぎじゃない。いや、登ってくんなよ。ちょっとでいいから一人にして。もうこの段階で抜けるの。俺たち一族を殺しに来た鬼狩りではないのか。失神。雷の呼吸。クドクタン。空中で身をひねって避けるとは。雷の呼吸、一の型。間違いない。こいつは一つの技しか使えないんだ。一つできれば万々歳だ。極限の極限まで磨け。じいちゃん、超前までブチギレだったじゃん。刀の打ち方を知ってるか。不純物や余分なものを飛ばし、鋼の純度を高め。でも俺は鋼じゃねえよな。生身だからさ。毒でもう体も動かなくなってくるだろう。地獄のような鍛錬に耐えた日々を極限まで叩き上げ、一つのことを極めろ。親のいない俺は誰からも期待されない。誰かの役に立ったり、一生に一人でいいから。でもじいちゃんは何度も何度も逃げた俺を、何度も何度も俺を見限ったりしなかった。なんだ、空気が揺れる。霹靂一閃。6連。